ドリームチェイサーです。今回はこちら、今週発売の妖怪ウォッチシャドウサイド、こちらの妖怪アーク2を紹介していきたいと思います。はい、コンプリート目指して今回も4箱ゲットしてきました。こちら、これから出るゲーム妖怪ウォッチ4のゲームやアプリと連動して遊べるおもちゃとなっています。はい、こちらはエルダで召喚するものになりますね。妖怪アーク、今回は全14種プラスシークレット1種となっていて、超激レアランク妖怪アーク2種、激レアランク妖怪アーク2種、レアランク妖怪アーク5種、ノーマルランク妖怪アーク5種となっています。はい、カイラ狙いですね。カイラには絶対出てきてほしいと思っています。どうでしょうか。こちら1パックに妖怪アークは1個、入ってるものが1箱に10パック入っています。超激レアランクは光るらしいので、ここも楽しみに見ていきましょう。はい、前回はここの番号全部一緒だったんですよね。今回はどうかな。1つ目、3952-0808、2個目、3952-0808、やっぱり今回も同じかな。3箱目、3952-0808、4箱目、3952-0808。ということで、箱だけ見てもどれに何が入っているか分かんないようになってるんですね。今回は2箱開けてみます。残り2箱は次回のお楽しみ。こちらの動画が上がりましたら概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをチェックしていただければ嬉しいなと思います。はい、では早速こちらから開けていきましょう。はい、横と手前かな。パチンパチンと切って、はい、開けていきます。お、中の袋も表の絵柄と似てますね。ちょっと鍵の絵が、アークの絵が大きくなっています。ステンドージもこの超激レアランクなのかな。この2つが超激レアっぽいですね。はい、こちらに書かれている番号も3952-0808と表の箱の番号と同じになっています。じゃあ早速開けちゃいましょう。おぐもぐとぐも欲しいですね。記念すべき1パック目は何が出るかな。せーの、じゃん。お、これはロボニャン、シャドウサイド。ロボニャンが真っ先に来てくれました。はい、では2パック目いきます。2パック目は何かな。おー、いなりが来てくれました。かわいいですね、いなり。たたりぎつね、はい、いい子でしたね。はい、3パック目は誰かな。じゃあせーの、じゃん。あ、おぐもぐとぐが来ました。キラッキラー、綺麗ですね。おー、シャドウサイドはこんな感じ。お、なんかグレーっぽい感じの鍵になってますね。ちょっと特別感な感じ。はい、4パック目いきます。ちょっと下のところからしようかな。はい、今度は誰かな。あー、メラメライオンだ。かっこいいですよね、爽やかイケメンな感じ。はい、こちらはシャドウサイド。ちょっと怖い感じ。メラメラ。はい、5パック目いきましょう。5パック目は誰かな。あ、ミッチー。そうそう、前回ミッチーが来なかったので嬉しいですね。これはノーマルミッチーになりますけど、いいんです、ミッチーが出てきてくれれば。三つ股の槌が裏に書かれてますね。はい、6パック目いきます。
来ないですね。激レアランク、超激レアランク来てほしい。せーの、じゃじゃん。はい、オロチだ。あ、オロチはオロチで嬉しいですね。はい、シャドウサイドはこんな感じ、かっこいいですね。え、でもちょっと待って、超激レアが来ないんだけど。カイラ、カイラと四天王寺、とりあえずどちらかって。あー、何このかわいいの、パックンだそうです。ガブリエル、おー、食虫植物っぽい感じ。パックンかわいいですね。いきます。あっという間ですね。残り3パックになりました。1箱目終わっちゃいます。ひもじーかー。はい、ひもじー。あと2つ、誰かな、何かな。せーの、じゃん。おー、スーさんが来ました。金色ですね。これは音声がないやつですね。おお、金色きた。さてさて、ラス1は誰が来るかな。せーの、じゃん。あー、メラメライオンのかぶりでしたね。はい、ということで今回はこんな感じ。はい、ちょっとサイトをチェックしてきました。超激レアランクの妖怪アークはこちらの2種類ですね。激レアランクの妖怪アークが今回出たこちらの2種。レアランクのうち今回は3種類出ましたね。メラメライオンが2本出ました。そしてノーマルランクの妖怪アークが4種類出ました。はい、続いての1箱でどれくらい揃っていくか。まず超激レアランク欲しいですね。今回はこの激レアランクが2本入ってたから入ってなかったっていうことなんですかね。シークレットと超激レア出るか、開けていきましょう。はい、第1パック目。もういいかな、ギリギリっといっちゃおう、今回は。あー、白いのが見えてる。せーの、じゃん。ミッチー。2パック目、いきます。せーの。じゃん。あ、青龍が出ました。青龍、3パック目いきます。せーの、じゃん。あ、セミコロン、これはノーマルですね。セミロング、おお、ちょっと気持ち悪い感じになるセミコロンですね。おお、はい、4パック目いきます。4パック目は、あー、コロッと出てきました。はい、パックン。後ろは何だったか覚えてますか。せーの、じゃん。ガブリエルでした。はい、5パック目いきます。結構今回も渋いな。いなり、たたりぎつね。新しいの1個しか来てないし、キリッとやった瞬間に中身見えるし。はい、続いては何かな。裏はこんな感じ、かっこいい。あー、ほっとした。これで超激レアランク1個ゲットですね。あとはこれですね。こちら四天王寺来るかな、どうかな。じゃん、オロチ。はい、オロチが来ました。前回キュービがシークレットだったので、オロチがシークレット来るかなと呼んでいるんですが、どうでしょうか。ひもじー、はい、残り2つかな。はい、続いてはロボニャン。はい、これも先ほど出たのと同じなので可愛いですね。さあ、ラス1、何かな。じゃん、ミッチー。ということで今回はミッチーが2本来ましたね。新しく増えたのはこちらの青龍とジャオカイラ。ということで今回開封した結果はこちら。超激レアランク妖怪アーク1個、
激アランク妖怪アーク2個、レアランク妖怪アーク4個、ノーマルランク妖怪アーク5個となります。はい、揃ったのはこちらのノーマルと、この激レアランクですね。このレアランクはあと1種類。そして、超激レアランクもう1種類。そして、シークレットがまだ出てきてないものになります。はい、この3本を揃えるために、あと2箱で足りるでしょうか。ドキドキしていますが、楽しみに次回開けていきたいと思います。では、出てきた妖怪アークの音声を聞いていきます。はい、ではまずはノーマルランクからいきましょう。セミコロン。続いてシャドウサイド。こちらはロボニャン00ですね。はい、ロボニャン00いきます。ライトサイド。続いてはシャドウサイド。続いてたたりぎつね、シャドウサイドになります。シャドウサイド。ノーマルランクラスト、ひもじい。
おお、ちゃんと気持ちいいの音声だ。はい、ではシャドウサイド。おー、特用音声が入っててくれてかなり嬉しいです。キモジのアークでした。では続いてレアランクいきましょう。メラメライオンなども音声入っているかな。いきます。豪傑っぽい感じのちょっとまた新しい種族の音声が鳴ったのと、あとはメラメラヨの音声も入ってていいですね。はい、ではシャドウサイド。いい感じ。強そうですね。はい、では続いてはミッチー。はい、ではシャドウサイド三つ股の土。なんかどっちかっていうとメラメライオンがうなってるみたいな感じの音声でしたが、三つ股の土の声なんですね。ミッチービーム良かったな。はい、では続いてオロチいきます。こちらは特異音声はなし。メラメライオンと種族が一緒なんですね。ではシャドウサイド。こっちか。続いて青龍。おお、いいですね、青龍。シャドウサイド。
すごいいいお守りって感じ本当に。では激レアランク聞いていきましょう。スーさん、音声も変わっていい感じ。ではシャドウサイド、おなじみのハテナ音声が流れました。はい、手をついてオグトグモグお供の3人組を聞いていきましょう。まずはライトサイド、入ってた。嬉しいですね。これは可愛い。はい、シャドウサイドで来ます。音声が入っていませんでした。可愛い音声はこっちのライトサイドのみなんですね。はい、ではラストカイラ聞いていきましょう。まずはライトサイド、違う。もう一回聞いてみましょう。初めからちょっと間を置きつつやります。ここまでは同じ。あ、ここが光ったんだ。ですね、すごい。これシャドウサイド側にはないんですが、どんな風になるのかな。いきます。一応光って反応はしてますね。裏なんですけど、音声が入っていて良かったです。光るとき、まあ、目立って光るのはこのこちら側のライトサイドの方なんですが、裏側にしていたときでも反応はするのでピカピカと光ります。こっち側を向けると光るんですが、2回ほどしか光らないので注意して見ていてあげてください。はい、アークホルダーにまとめてみました。この
ランクごとにまとめておくのもいいかもしれないですね。ゲームとかで遊ぶときに、このランクごとの何か特典があったときには、使いやすいんじゃないかなと思います。くっつけるの5個ぐらいがギリギリですね。やっぱり1個とか2個とかの方がつけやすいです。はい、というわけで今回は妖怪ウォッチシャドウサイド妖怪アーク2、こちらをボックス開封してみました。次回コンプリートできるか、ぜひぜひ楽しみにしていてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。